本日のテーマ、YouTube データナンバ No.1 は、高市さなえさんですというテーマでお送りしたいと思います。まずは本題に入る前に、このデータが東落予想に有効な理由を、東京都知事選挙で見てみましょう。前提として、撮影機材は全く同じものを使い、同条件で撮っているものとして考えます。まず、霊法さん。 超回数690回。インプレッションクイック率6.0。平均再生率11.1。石丸さん。1128回。インプレッションクイック率5.4。平均再生率15.5。小池由子さん。 2612回インペッションクイック率15.5平均再生率12.5%ということですねこれを見てもなんとなく小池氏が人気あるなという感じ雰囲気があり当選するなという感じがすると思います一番一番目につく再生数は、えー、一番目につく再生数まあよく見は再生数何回とかって言ってますけれども これはですね、インレッション数るクイック率で求められるわけです、ございますけれども、インレッション数っていうのはライバルがいたりしてこ分け合っちゃうわけですよね。そうするとそれが影響するので、これは必ずしも採用,採用しません。同時に再生するもですね、採用しないと、これが影響を受けてるから。純粋な意味で人気を導き出すのはクイック率と再生率でございます。 つまり、この候補を見たいな、見たいという人気度が、クイック率、そしてその主張に満足しているかどうかが再生率であります。そうなると、これを掛け算するのが、その候補の人気度になるというのが、この仮説の肝でございます。つまり、クイック率かける再生率で比較すると、各候補の人気度が出るという仮説でございます。では、三人、三人の人気度を見てみましょう。 今回三候補の一番人気の動画に限ってみますと、霊法師 6.0×11.1、66.6、まあ、えっ、ー、と、3人足して100分率で出すと19.3%、石丸三 5.4×15.5、83.7、83. 24.3%、小池五 15.5×12.5、 百九十十三点七五、五六点四パーセントですね。じゃあ実際の表途中戦の表を見ますと、小池祐子さん四十二パーセントということで、まあ、かなりの差はありますけれども、あと、まあ、石丸さんが二十四点三パーセント、つまりドンピシャきまして、霊鳳さんが十八点八で、こちらが十九点三で、まあ、あの、ちょっと余ったかな。 実際、こっちの方がデータの方が上回ってて、実際の表は少なかったかなということで、まあ、イメージとしてみると、意外に正確じゃないかと見てるんですね。まあ、小池さんのこのデータっていうのは、小池さんのまあ、のデータ以上にですね、大松候補のほとんどの方の表がですね、バサッと入ってきてるようなイメージで捉える,捉えると、まあ、これでもいい線だと思いますね。 石丸さんの評判制定順をぴったりやってたっていうのはちょっとびっくりした感じがします。大体大きいところの傾向は出てきてるんじゃないかなと思うんですね。誰が強くて弱くてっていうのはあまり外してないっていうところはわかると思うんです。さて、これを踏まえて自民党総裁選選挙街頭演説委員秋葉原での高市早苗 小泉慎二郎、石場茂氏の動画データを見てみたいと思います。まず、高市さん。1045回。インプレッションクイック率4.7。平均再生率20.9。石場さん。435回。インプレッションクイック率5.5%。平均再生率12.6。 小泉慎二郎、640回、インプレッションクイック率5.1、平均再生率15.2ですね。では、計算してみましょう。高市さないさん、4.7×20.9、98、石橋茂さん、5.5×12.6、69、小泉慎二郎さん、5.1×15.2、 な77このデータではですね、高市、小泉、石場の順番になりました。確かに数字上は、高市、一歩、リードだが、かなり注意が必要ではないかと思います。複数のサンプルでないこと、まだ都知事選のように大差がついていないこと、つまり、この差は誤差の範囲内である可能性も高いということです。あんまり表の差がついてませんよね、これ、ねうん 10とか20ぐらいからいの差ね。ね、さらにです、ね、動画を見ている人が党員と限らないことさらに議員票は最終的に決まるなど国勢調査と決め方が異なることさらにクイック率は小泉石破氏の方が上回ってるということこれ結構重要なことだと思うんですね。 自民党のかなりの人が主張を聞かずに表面的でまた組織票で投票するとすればこの前提はくくることになると思います。などのいろいろな理由でかなり際どい資料であることをご理解いただけた上で参考資料として見ていただければありがたいと思います。そして読みなどのデータも合わせて見ていただけ,いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。 終わらせていただきます。